はい、ケイです。今回は2軍で大暴れ、高木が1軍合流ということでね。まあ今日はね、ちょっとまた最新情報が入ってきましたので、そのことについて話していきたいなというふうに思います。高木渉選手が本日7月16日から1軍に合流するということが分かりました。まあ、高木選手ね、本当に2軍でいい活躍を見せていたということになるんですけれども、まあ今回はね、そのことについて簡単に話していきたいなというふうに思います。それではですね、話していきたいと思います。コルデロが抹消で高木が1軍昇格ということでね、コルデロ選手が7月15日昨日の試合でですね、本来であればね8番でスタメン出場ということになっていたんですけれども、急遽体調不良になってしまったためにスタメン外ということになってしまいました。で、まあ翌日にね、おそらく抹消されるのではないかというふうに言われていて、まあ誰がね、緊急で昇格してくるのかっていうのが、まあ注目をされていた中で、高木渉選手が本日7月16日より一軍に合流しているということが分かりました。で、この高木渉選手、まあ僕もかねてからね、二軍ですごく打っているということをこのチャンネルでも取り上げさせていただきました。7月は二軍で打率4割1分4厘3本 OPS が 1.195 ということでね、まあ本当にこの7月ですね、特に素晴らしい活躍を見せていて、直近の出場した試合でも3ホームランを放っているということになっております。2軍の方では守備はね、ファーストと外野を主に守っておりまして、まあ、どこで出場するのかっていうところはね、ちょっとわからないですけれども、まあ、ファーストもね、今はちょっと野村選手がね、まあ、守っているという感じになりますが、昨日はね、一塁コルデロで、まあ、サードにね、野村選手を使うっていう起用法をしていましたし、まあ、もしかしたらね、そういった起用法もあるのかもしれないですし、まあ、外野もね、やっぱりまだレギュラーが決まっていない部分もありますから、まあ、そこでの出場っていうところもあるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、どこでちょっと使われるのかっていうところは注目ですね。まあ、高木選手ね、今年でもうプロ7年目ということで、まあ、それなりにもうプロでの、まあ、キャリアをね、まあ、踏んできている選手にはなるんですけれども、まだ年齢もね、24歳ということで、まあ、まだまだ若手の年齢でもあるとは思いますし、まあ、あとはね、やっぱり今シーズンですね、まあ、本当に勝負の年になってくる年にもなってくるので、やはりね、まあ、結果を求められる部分もあるんじゃないかなと思います。まあ、一時は本当に3軍でもね、なかなか試合に出れていないっていうどん底の状況が、まあ、今シーズンの春ぐらいですね、あったんですけれども、まあ、そこからね、なんとか、まあ、3軍で結果を残して、そして2軍でもね、さらに結果を残して、まあ、ようやくね、1軍でのチャンスをつかみ取ったということになりました。まあ、僕も個人的にね、すごく応援している、期待のしている選手ということになりますので、まあ、高木選手がね、1軍でどんなパフォーマンスを見せてくれるのか、活躍を期待して見ていきたいなというふうに思います。高木選手に注目していきましょう。以上です。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も埼玉西武ライオンズの最新情報や考察解説をお話していきます。少しでも動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ツイッターも毎日更新しておりますので、概要欄の方からチェックしてみてください。